わ、かわいい。わあ、床ピカピカじゃん。超磨いてワックスかけたんだろうな。そこのお姉さんに話しかけてポケモンを出すと一瞬でポケモンの体力回復バッチリ元気になるんだよ。わかりましたよ。こんにちは。お願いしまーす。かわいい。ちっちゃ。かわいい、ちっちゃ。うん、びっくりした。そうだ、パヤオくんにポケモンの捕まえ方のことを教えてなかったね。私が実際にポケモンを捕まえるからそこで見ててね。わかった。なんでも教えてくんないの、優しい。あ、ビッパー。もうふぅ。行け、行かせる。はーいって言ってるみたい。ブフン。かわいい、なんかリズムになってる。まるまるもりもりみんな食べよ、つるつるてかてか明日も入るかな。やったな、光先輩さすがです。ふふふ、どう、すごいでしょ。本当はね、もっと体力を減らした方がいいんだけどね。ポイントはとにかくポケモンの体力を減らすことだよ。元気なポケモンは捕まえるのが難しいから。あとはポケモンのオフで眠らせたり、ブル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 眠らせたりするともっと捕まえやすくなるよ。はい、うっ、早くにモンスターボールあげる。文字おぞーす。パヤオはモンスターボールをボールポケットにしまった。ポケモンがたくさんいるとトークリンクのも安心で、おとりにぎやがって楽しいし。じゃね、私先に行くからね、バイバーイ。うわぁ、優しい人だなぁ。俺も頑張るぞ。うわぁ、え、なんかタンパクゾイル、タンパクゾイル、ドキドキする。絶対バトルじゃん。あ、なんだろう。あ、コリンク、かわいい。ボールを使おう。30巻持ってる私、捕まえ放題だ。いけ。ラムネ、やった、よろしくラムネ。やった、ムックルを捕まえたぞ。ごぼう、よし、抜けたぞ。ことぶきシティ、あ、光先輩、ペアくん、ポケモン捕まえてる。もっと捕まえた方が安心できると思うよ。あとね、ことぶきにはトレーナーのための学校、トレーナーズスクールがあるんだ。はやおくんも行くといいよ。ポケモンのこと詳しくないし。そうだ、さっきちゅんくんもトレーナーズスクールに行ってる。はいよ。じゃあまたね。わざわざ教えてくれたんや。ここはことぶきシティ、人が伝う幸せの街。あ、ことぶき、そういうことね。ことぶきという漢字よ、ことぶき。わかりました、行ってみます。ここがスクール、それなんだ、エコ。あ、ジュンだ。お、パヤオ、お前も勉強か。俺なんか黒板に書かれてることバッチリ覚えたぜ。うっす、黒板の字よう見えたわ。自分の大事なポケモンを傷つけたりしないために頑張るのがトレーナーだからさ。で、パヤオ何しに来たんだよ。え、出すもんがある。なんだこれ。やった、タウンマップで2つも入ってる。うーん、二つあってもな。いいや、あやこれやるよ。ありがとう。タウンマップに目が切れ、次は黒金シティかな。あ、あそこはポケモンジムもあるし、捕まえたばかりのポケモンさせるようにびっちりだぜ。ということで、俺の最強トレーナーへの道が始まるのであった。じゃな。ほんと早いな。ん？なんだ？おやー、あなたポケモントレーラーなのにポケッチを持ってない？ポケモンウォッチ、縮めてポケッチ。それにしても珍しいね。おじさんね、ポケッチ作ってるんだよ、それで。ポケッチのキャンペーンするよー。え？コトブキシティにいる3人のピエロを探してね。そうすれば君にもポケッチをプレゼントします。ありがとう。なんかトニー・スタークみたいな人だな。わかりました。頑張ります。あ、いた。道化のバギーみたいな人がいる。あ、最後の一人。はい、ポケッチキャンペーンです。では早速クイズオーバー。ポケモンだけでなく、ポケモンの技にもタイプがある？はい、やった。
やった、ポケッチゲットです。やったー。おーい、トニー・スターク。引換券数えるよ。ではポケッチを使って 1,2,3 こういうことだね。では引換券をもらってあなたにはポケモンウォッチ、縮めてポケッチをどうぞ。やったー、ポケッチ分かった。分かった。あ、さて言ったわ。なにこれ、あ、時間。あ、電卓。うわ、夏。あったね、こういうの。へえ。え、ポケッチ一生そこ出てるの？ポケッチもうちょっとちっちゃくなってほしい。どうしたらいいの？ポケッチ、ポケッチ一生このサイズ。あ、消えたわ。よかったよかった。うわ、なんか水プルプルだね。超プル。うわ、見て、自分が映ってる。なんかディズニープリンセスみたい。こう水辺に映る自分の姿をさ、こう見てさ、歌い出すの。ディズニープリンセスはみんなそう。先のじいさん、女の子だけど、ばあさんにすればよかった。佐々木のばあにすればよかったかな。よーし、行くぞー。わっ、よくしょ。おい、ペヨ、ちょっと強くなったか。え、聞かないよ、強くなった決まってたろ。さあ、ポケモン勝負だぜ。ナイスナイス。あれ、なんだってんだよー、あれ負けちまったよ。なんかジョジョみたい。うわぁ、負けたのかよ。だけど俺が負けるのはこれが最後だからな。なんてやって、俺は世界で一番強いポケモンとになるからな。よし、まずは黒髪ポケモンジムに挑戦だな。鍛えまくるぜ。うわぁ、すごい前向き。俺も頑張ろ。行くぜ、黒金山。黒金ゲート。うわ、毛深いおじさんがいます。そのポケッチ、うん、お前さん、まだまだひよっこトレーナーだろう。だが、ポケモンを愛する者が増えたことは嬉しいことだ。なので、この技マシンをお前さんにあげよう。どういう、中には岩砕き。へえ、ひよっこ、はいはいはい。ポケッチアプリ秘伝技。へえ、よかった。了解です。お前さんのこれからの成長楽しみにしてるぞ。ありがてえ。サチコ。サチコ。わざとだよ。まさちこじゃん。もうあの、あれは本当にさ、なんでさ、庄司、サチコのとこ行ったかな。マジムカついた、あれは。本当許せない。わざとだよって何なのって思ったよね、その時。読んでさ。ちこ、終電逃すギリギリって分かって、どうせそういうヒールの高い靴履くかなって正直言ったの。で、案の定さ、終電逃すわけ。そしたらさ、幸子なんて言ったと思う？わざとだよって言った。バーカかと思ったよね。何こいつと思って、キーって思った。本当に幸子許さない。何の話です。じゃーん。ノブ派、タクミ派分かれるよね。私はね、どっちだろうな。ノブかな。ノブの方が大事にしてくれそうだな。でも経済力で言ったらタクミかな。いや、でもノブだ。ノブ、誠意がある、誠意がある。私はノブがいい。でも一番の推しはナオキ。あ、終わってた。黒話についてよ。ここは黒金シティ、エネルギーを投げる場所。エネルギー、あ、びっくりした。オス、トレーナー。ネムバッチなんてゾーン持てないと他のトレーナーからまくめれちゃうだろう。だから俺がポケモンジムで、あの人優し
え、優しい。わあ、優しい。おい、ジュン君。あれ、ジムの前誰かいるぞ。おい、なんだ、パヤオかよ。今から来たのか。相変わらず遅いぞ。遅すぎて話にならないぜ。だってジムリーダーいないぜ。え、そうなの。なんだったっけ。そうだ、黒金炭鉱に行くってさ。まあ俺はジュンバッチを手に入れた。え、おもう早いな、ジュン。わかった、了解です。強いんだ。わかった、黒金炭鉱とやらはどこ。なんだかせっかちそうだね。そうなんだよ。案内もう終わってしまった。よーし、じゃあ黒金炭鉱に行けばいいのか。コダックだ、かわいい。嬉しいね。見たまんま黄色って名付けるセンス、私には分か、私、え、ちょっと私は人、それ人のこと言えないな。私も変な名前つけちゃうから。何ここ、黒金炭鉱博物館。炭鉱に行きたくなります。へえ。うわ、わー、石だ、でかー。すごい、こんなの運べれば僕も力持ちだね。ね、ほほー、これが石炭か。すごく石、でかい、え、石炭なんだ。へー、すご。わー、なんかさ、おじゃる丸のカズマくんがいたら喜びそう。あと、ぼーちゃん。僕、石がすごく好きみたいなね、感じで言いそうじゃない。言わねえか。何でも言うかもしんない。こんにちは、ここ黒金炭鉱博物館です。ボー、キョロキョロ。バヤオ、そこにボーちゃんはいないよ。行こ。ボー、いやー、モノマネレパートリー増やしたいな。え、どうするの？奥行けばいいのかな？技マシン。あ、やばい、誰も覚えない。どうしよう。ちょっと、誰か捕まえてこよう。どうした？あ、あ、あ、いいところに。絶対覚えるでしょ。僕、ボーちゃん。よし。僕、岩壊す。使えない、使えません。どうしたらいいものやら。どうするの。覚えたはいいものの、岩の砕き方がわからぬ。わかったぞ、南の方に行くらしいです。うわ、ここだ、ここだ、ここだ。迷子になったけど無事に来たぞ。どこにいるんです。こんにちは。ん、あ、急に勝負に飲まれちゃった。うわあ、うわあ、なんかちょっとオフェロな雰囲気漂うおじさまだこと。おほほほ、すごい、なんかこう、なんかおっさんの靴かっこいいね。ブーツ、ブーツ、これさ、おひげも素敵。もう胸板が最高。うわー、笑った顔。そしてなまってる手、したもんとね。うわー、素敵。なんかちょっと野原ひろしに似てない？いいね、野原ひろしみたいなさ、旦那が欲しい。ほんといい父ちゃんだよな。お、糸、ちょっと見ててね。秘伝の技、岩砕きを使えばこんな邪魔な岩だって。この通りー。こうして落ちてきた場合は砕かないの邪魔だからね。君もこの町のポケモンチームでジムバッチ、ジムバッチ、ジムバッチを手に入れれば、これぐらいすぐにできるさ。もっともジムリンダーの僕に勝てないとダメだけどね。かっこいい。はい、ピーちゃん。戻ってくれたかな？どうした？どうしてパヤオのアップになったんだ、急に。これから戦うぞっていう気持ちの表れ？そういうこと？違うか。よ
し、ジムリーダーにチャレンジするぞ。あ、チュン君がいない。行っちゃったのか。わあ。オース未来のチャンピオンってさっきのせっかちそうな少年にも言ったけどな。ここのジムリーダーは岩タイプの使い手。岩タイプのポケモンは水を嫌っているぞ。いいな。あと草タイプも苦手らしい。なんだ弱点が多いな。だけど油断するなよ。弱点をカバーするからこそジムリーダーなんだぜ。あと炎タイプで挑むのはちょっとばかり大変だぜ。俺のアドバイスは以上だ。聞いてくれてありがとう。うわー、ありがとう。ママコーに行こう。遠回りをしなかったんだ。その理由確かめてやるよ。私が勝つからだよ。いけ佐々木のんち、じいさんパワー見せつけてやれ。でもさ、じいつってるけどさ、女の子なんだよね。佐々木のじいはどっちかって言ったら佐々木のばあなんだよな。おばあやんなんだよ。でも、もう今はちょっと佐々木の G でいさせて。いずれ解明しよう、佐々木のバーに。ほっほっほ、私は強いだろうが。近道でも遠回りでも行きたい道を選べばいいさ。じゃあ私はここだ。勝ちにこだわるやつだけがポケモンジムに挑戦できる。なんかさ、ステージさ、囲碁の番みたいじゃない？ヒカルの碁みたい。君が今、タララララララみたいな。タララテンテン、タララララテラテンみたいな。よし、行こう。あ、ドキドキ。よろしくお願いします。ひょうた、ようこそ。クラウカネシティポケモンジム。僕がジムリーダーのひょうた。うわー、笑顔が素敵。なんか、チャラそうな男に見かけて、ちょっと合体の作業服にメガネ、もうかっこよすぎる。今タイプのポケモンの共に歩むことを決めたためなのさ。かぁ、赤毛がかっこいいわ。さてと君のトレーナーとしての実力、そして精神的なポケモンの強さ見せてもらうよ。わぁ、かっこいい。もう作業服着てるさ、人かっこいいよね。うわ、夏なんか一緒だね。うわぁ、顔がいい、顔がいいぞ。うわ、うわ、お兄さんだ。お兄さんかっこいい。うわ、もう作業服お兄さんいいよ。メガネ最高、赤毛最高。なんかなんだろう、萌えと萌えの戦い。いいぞ、佐々木のじいさん、かわいい、かわいい。どうだ、佐々木のじいさんにはトゲがあるんだぞ。いいぞいいぞ、ゴー。マジいいね。作業服が似合う男の人はかっこいいですよ。ほんとにいいと思うよ。作業服外でほんとすごいよ。作業してさ、暑い中も長袖でさ、ほんとすごい。うわー、佐々木のじいさんがもう13レベルになった。イーウォーク、オッケー、入れ替える。ポンちゃんマン行こう。ポンちゃん丸、ポンちゃん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 。もうやっぱさ、ヒカルの子のさ、バン似てない？やっぱ似てるよ。君が今、僕を探歌詞ちゃんと覚えてないっていうね。覚えてから挑めばよかった。相手の岩くん、岩落とし。岩落とし、岩くってさ、めっちゃでかいよね。うわー、頑丈だ、頑丈。最後、いけ、傷薬を使った。うわ、いいでしょいいでしょ、使いなさい使いなさい。私が倒してみせる。パーン、うわー、やったやったやった。なんか岩いすごいね。なんかジムに岩がたくさんある。あれ見て、センターオブジアンスみたいじゃない？いや、センターオブジアンス大好き。なんかさ、急にさ、ゴーンってさ、なんか加速するじゃん。その時めっちゃ怖くない？でさ、うわっ、綺麗、外綺麗、景色と思ったらさ、一瞬でさ、ポーッて落ちるのがさ、もう本当に怖い。なんかさ、グーっていうさ、 G がかかるのよね。それが本当に、あっ、次のポケモンも同じように倒せるかい。顔がいい、頭蓋骨。
うわぁ、なんかボール出すときさ、なんか岩みたいな、なんか出なかった。いいね、そんなボールあるんだ。へぇ、センターバチアンスのさ、中にさ、なんかでっかい恐竜みたいな、なんかいるじゃん。あの、めっちゃ気持ち悪くない？で、なんかその地下にいるさ、あ、まだまだ、諦めない男好き、かっこいいかっこいい。でもなんかさ、すごい気持ち悪いさ、なんだろう、いるじゃん。あれもめちゃくちゃ、なんだろう、気持ち悪いんだよな。うにゃにゃうにゃにゃみたいな感じでさ、なんかあの手をパッて入れたらパクンってするさ、なんか植物あるじゃん、あれみたいな感じだよね。うわー、もうすぐもうすぐ。いや、でもセンターバチアンスマジ大好き。ほんとね、ヒュンってなるんだけど楽しい。いや、でもディズニー楽しいからな、また行きたいな。コロナになってから全然行ってない。本当にね、大好きなんだよね、ディズニー。多い時ね、年にね、4回5回くらい行ってたかも。いや、久々だな、楽しみ。来月行くんだよ、超楽しみ。あった、勝った。うわ、驚き方、お茶目。まさか来たポケモンたちが。うわ、やっぱり賞金として1900。え、グーンってさ、ワークマンに売ってるやつじゃない？強いやつ。私もそれ買ったことあるわ。いいね、行こう、みんなのワークマン。ごぼうが早、ごぼう、もう進化するの？え、ごぼう早、早、ごぼう、うわー、頭なんかムンってなってるね。かっこいい。なんか引っ掛けられそう。ムクバード。かっこいい、ムクバード。うわー、あんよ、かわいい。虫ポケモンを狙って森や草原といわれる大きな群れで行動する。へー、なんかさ、あれみたい。ムッシュ勝又だっけ？ムーシュ勝又だっけ？ムーディー勝山だ。ムーディー勝山っぽくない？いや、ごぼうっていう名前よりもムーディー勝山、勝山って呼んだ方が良かったかもしれない。まいったな、ジムバッチを一つも持っていないトレーナーに負けちゃったか。うん、それも仕方ない、君が強くて僕が良かった、それだけだ。うん、ポケモンリーグの決まりではチームリーダーに勝ったトレーナーにバッチを渡すことになっているんだ。さ、ポケモンリーグ公認のコールバッチ、コールバッチ飲んで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 、コールバッチを君に渡すよ。うわー、すごー、ありがとう、ひょうたさん。Thank you。 そのコールバッジを持っていると秘伝の技、岩砕きを使えるようになるんだ。あとこれも持っていきなよ。わー、なに、なんなの、ステルスロック。へー、交代して出てきたポケモンのダメージに、へー、それとこれはパパ使ってるシール、シールまでもらえるの、嬉しい。昔じゃシール集めしてたわ、シール帳とか作ってた、ぜひ受け取ってよ。ひょうたが使っているシール、わー、なんか小学校みたい。ちなみにアザンシーンを使えばポケモンに進化を教えられるよ。だけど一度使うとなくなるから、使うときはよく考えねえ。わかりました、わかりました。おい、ちゃんとパヤを聞け、キョロキョロしないで入って、うなずけ。あと、この信用地方にはあと7人のチームリーダーがいる。僕はみんな僕よりも手強いポケモントレーナーばかりだよ。わかりました。おい、パヤをちゃんと聞きな。のびのびってしないで、ちゃんとさ、黙って落ち着いて人の話を聞く、大事よ。よし。あー、バッチは無事取れました。よかったです。